どうも、はい、中尾と申します。はい、今日ですね、おしゃれになるための2ステップ、はい、ちょっと初心者向けの動画にはなってしまうんですが、おしゃれになるための2ステップをご紹介していきたいと思います。ちょっと僕以前におしゃれとは何かっていう動画を上げてるんですけれども、まあ、そこでちょっと服好きな服を着るのが一番いいみたいなことは言ってるんですが、とは言っても最近おしゃれを始めたよ、服好きになったよって方は、まあ、好きも何もないよ、うん、っていう方も多いと思うので、ちょっとそういう方に向けてちょっと今日は話できればなと思います。最低限のまあスタートライン、最初何をしたらいいかというところをお話しできればと思います。おしゃれになるための2ステップって言っても、まあそんな簡単じゃねえよっていう声はめちゃめちゃ多いと思うんですが、最初の初心者の入り口の本当に話をできたらなと。その大まかに分けて僕がお勧めすることは2つなんで、まあ、その2つをちょっと簡単にお話しようと思います。まあっていうのをちょっと僕あんまりそういうこと動画にしてこなかったんで、なんかブランドの紹介とかが店の紹介とかしてたと思うんですけど、まあ例えばじゃあその店でどういう風に買うのかとか、ブランドでまあそのブランドで何を買うのかっていうところを分かんないっていう方もいらっしゃったと思うんですよ。もちろん、全然そんな余裕だよって方もいっぱいいらっしゃると思います。そういう方もちょっと改めて僕の考えとして聞いていただいて、いや、こうした方がいいよっていうのがあるんだったらコメント欄でいっぱい書いていただけると、この動画を見る初心者の方々は分かりやすいんじゃないかなと。うん、もっとアパレルというかもっと服が好きな人増えていくと思うので、ぜひお願いいたします。はい、それではよろしくお願いします。まず2ステップって言いました。これはめちゃめちゃ大きく分けてます。まず最初の1ステップ目としては、一番手っ取り早いというか一番早い方法が真似をすることですね。真似をすること、人の真似をすることが一番早いと思います。まあ簡単ですよね、言葉のままなんですけど、人の学校なんか SNS とか、まあ何でも雑誌でも何でも今あると思うんですけど、まあ昔だった雑誌だけとかあったのが、店員さんとか雑誌だけっていうのが、今だったら SNS 何でも見れるじゃないですか。かっこいいインスタグラムの人とかだったりとか、まあいると思うんで、まあそういう人の真似をしたりとかっていうのが一番早いかなと思います、最初は。で、真似をするって言ったんですけど、結構これ世間でも言われてることだと思うんですよ、真似をするっていうのは。ただちょっと僕が気をつけてほしいなと思う点が一つあって、ただ真似をするって言っても、なんだろうな、例えば自分が好きなアーティスト、アーティストがいて、そのアーティストの格好を単純にバーって真似するみたいな、同じライダースを買いますとか、同じパンツを買います、同じベルトを買います、完全に一緒ですっていうのはちょっと違うかなって思ってて、違うかなっていうよりは、まあ失敗に陥りやすいかなと思うんですよね。みんながみんなハマるわけじゃないんですよね。っていうのは人間の体の作りだったり顔だったりが全然違うので、そのアーティストの人が似合ってても、その真似をしようとした方が似合うかどうかっていうのは全く別問題なんですね。っていうところから、結構なんていうんだろうな、あのミスマッチというかちょっと違いが出てくるかなと思っていて、何を気をつけていただくのかっていうと、まあその真似をする人の体型だったりをちょっと気にしてほしいんですよね。まあ単純に分けると、細身かがっちりしてるかってあるじゃないですか。細身かがっちりしてるかで、例えばアーティストが細身の人で、真似する方がちょっとあのスポーツとか結構やってましたっていうがっちりした人だと、まあ、やっぱり同じ格好しても似合うかどうかっていうのは結構あの怪しくなってくるんですよね。ちょっと似た体型の人でかっこいいと思うファッションを真似するのが一番早いかなとは思います、まずは。で、雑誌とか見ても外人さんが載ってることって多いじゃないですか。ほとんどの雑誌がやっぱりもうスタイルがめちゃめちゃいい、かっこいい外人さんがバーって出てるじゃないですか。で、あれって何着ても絶対に似合うんですよ。あれって何着ても絶対に似合うシステムの方たちなんですね。あの、よく女性の方が白 T にデニムが一番いいよねっていうのは、あの、それ見てるんですよ、多分。結構。何が言いたいかって、外人さんは結構何でも似合っちゃうんで、そこの完全に真似するのっていう難しいんですよね。自分、それで、それを真似して自分が似合うかっていうのは全然別の問題なんですよ。だからこういうスタイルどうですかって雑誌は言ってる話であって、それを一番かっこよく見せてるんですよね。そのままパクる、そのまま真似するっていうのは結構危ないかなって思います。なんかそこで僕が結構見てきたのは、なんか雑誌を見てこれ買ったんですけどあんまり似合わないから売りますとか、前の職場であの買い取りやってたんで売りますとか、なんか自分はしっくりこなかったんですよね。で、とか、まあ、友達とかでなんか俺全部似合わないわみたいな、雑誌に載ってるやつ買ってみたりしたけど全部似合わないわって人が結構多かったんですよ。っていうのはそういうマジックがあるなとは僕は思っていて、それでいきなり頓挫しちゃうのはもったいないかなと思うので、まあそこはちょっと気をつけていただきたいなって僕は思います。やっぱりでもどんな体型でもかっこいいスタイルをしている人っていうのはいると思うんで、細身だけじゃなくてね、がっちりした人がこういう格好の方がいいよっていうのは全然あると思うんで、インスタグラムだったりとか、まあネットサーフィンめっちゃしてってかっこいい人とか見つけて、その格好、その感じを真似するのがいいのかなって思います。これが1ステップ目ですね、1ステップ目、まあ、とにかく真似をすることが早いとは思います。2ステップ目、はい、2ステップ目が一旦まず真似をしました。で、じゃあ真似をしました後に、真似をした後にどうなるかっていうと、まあ2ステップ目なんですけど、これが僕が言わなくても絶対そうなると思うんですけど、買っていく段階であれってなんか、あれこっちの方がいいんじゃないかっていう、こっちのキャップの方がいいんじゃないか、こっちのハットの方がいいんじゃないか、こっちのメガネの方がいいんじゃないか、こっちのシャツってもうちょっとサイズが大きい方がいいんじゃないかとか、
パンツもちょっと細身にした方がいいんじゃないかとか、いろんな あれが出てくるんですよ。あれこうした方がいいんじゃないっていう工夫、はい、工夫するところが出てくる、自分から出てくるんですよね。もうおしゃれを楽しんでるんですよ、それは完全に。そこまで来たら完全にもうおしゃれな人なんですけど、こっちの方がいいなとか、いやこれよりこっちの方がっていう真似ベースで自分らしさというのを出そうとできるんですよね。でこうなってくるとすごい楽しくなってきて、ファッションって、その例えばこのシャツでなんかかっこいい人がこのパンツ履いてるけど、こっちであの人革靴履いてるけどスニーカー履いたらもっと面白いんじゃないかとか、自分らしくなるんじゃないかとか、で自分のスタイルとか自分の好きなもの、自分の合う系統とかこう分かってくるんですよ、それでだんだん。で、まあ、真似するときにいろんな格好してほしいですよね、最初は。なんかこのタイプだけ、この系統だけ、例えば真っ黒だけとか、カジュアルだけとか、まあなんかそのナチュラルっぽい格好だけとかっていうのは、なんかできれば避けてほしくて、まあいろんな格好して、その中で自分の好きなスタイルっていうのが絶対できると思うんですよ。そのスタイルを突き詰めていくっていうのが早いかなと思います。ステップ目としては、やっぱり買ったもの、ものを買っていく工程で、いろいろ試行錯誤してほしいんですよね。この方がいいんじゃないか、この方がいいんじゃないかって試行錯誤してほしいんですよ。で、自分でどん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 自分のスタイルが分かってくると思うんですよ。自分はこういう服が似合う、自分はこういう服が好きとか。っていうのが分かっていくと、だんだん本当に、なんていうの、洗練されていくんですよね、その人自体が。で、もう周りからも、あの人はこういうスタイルだよね、とか、おしゃれだよね、というふうに完全に言われてくるステップだとは思います。なんで、このワンステップ目、真似をすることで、真似をするベースから自分の個性とかを取り入れていくっていうのが大事かなって大きく分けて、僕が最初にファッションをやる人に伝えるんだったら、こうしますっていうのを今お話しております。で、もう一つだけ、ワンステップ目、ツーステップ目を進んでいく際に気をつけてほしいことがあって、買い物をする際に、サイズ感と色味を気をつけてほしいんですよね。気にしてほしいというか、まあ、気をつけてほしい、気にしてほしいというところですね。サイズ感に関しては、今結構オーバーサイズが割と最近ずっと流行ってるので、そのオーバーサイズなものをずっと買っていく方が多いと思うんですけど、合わせが限られてきちゃうんですよね。だから、いっぱい服持ってる人がオーバーサイズを買って、今はオーバーサイズに来ますっていうのは全然、わかるんですけど、初心者の方、ファッション始めたての方ってなかなかないわけじゃないですか、そんなに多くの服が。だから、できればいろんな服を買いたいはずなので、なるべく、ジャストめのサイズ、まあ、オーバーサイズでもちょっとゆとりがあるぐらいで買い揃えてた方がいいかなとは思います。トレンドに左右されすぎるものをめちゃめちゃ買う、まあ、全然買うのはいいんですけど、そればっかり買うっていうのは気をつけていただきたいっていうのがサイズ感でありますね。色味に関してはやっぱりその例えば、まあ、この水色、白もそうだと思うんですけど、まあ、これはまだ使いやすい方なんですが、白と黒とか白、黒、グレーとか、ここをベースにして、まあ、買っていくのが最初はいいかなと思います。色であんまりガチャガチャするとやっぱ難しいところもあるんで、なんかシンプルめで最初は真似していくのがいいかなとは思います。うん、だから買う時もまあ全然たまにはそういうの買うのはいいんですけど、そういうのばっかりじゃなくて、その合わせが効くような、後で工夫できるように、こういうの持ってるからこれとこれ合わせようって合わせやすいように、ナチュラルカラー、白黒とかを多めに買っていくのがおすすめですかね。うん、おすすめですね。ここは気をつけてほしいというか、おすすめですね。うん、店員さんのアドバイスは聞いた方がまあいいことが多いかなと思います。少なからず服を好きで、ある程度服に携わりながら働いてきてる方々ばっかりなので、特に自分がかっこいいなと思う店員さんだったら、もうどんどん話しちゃっていいと思います。話して、まあこうこうこういう格好がいいと思うんですけど、どう思いますかみたいな。そしたら店員さんも店員さんなりに、あいいですねとか、まあ全否定はされないと思うんですけど、まあ、全否定はされないと思うんですけど、あいやでもまあそれもいいと思うんですけど、この方がいいですよねみたいな、いい進め方をされるかもしれませんし、まあなんか本当にいい店員さんだったら、他のなんかうちにはないんですけど、こういう他の店のこのブランドのこれだったらもっといいんじゃないですかとか、いろんな話があると思うんで、まあ店員さんと仲良くなったりとか、店員さんと話したりっていうのはすごくいいと思います。うん、結構その店員さんと話すの苦手って方結構多いので、まあ一回話してみると、まああっちも人間なんでこうね、まあ、コミュニケーションなんだよ、そこら辺って対人なんで、まあ、分かり合えるところがあるかなっていうところと、やっぱりそこってお店であることのいいところ、 EC と違ってお店のいいところだと思うんで、まあ、話してみるのもいいんじゃないでしょうか。そんなところかな。はい、そんなところですかね。まあ、おしゃれになるための2ステップとヘッドセットというかちょっとって感じですかね。参考になったかな。まあ初心者向けではあるので、まあ、ファッションすごい好きだよって方とかは、まあ、本当に自分がこうなってったっていうところをコメント欄とかに書いていただけると幸いです。それではね、こんな感じでファッション系の動画いつも上げております。チャンネル登録と高評価何卒よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。どうも中村です。最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。
これからもファッション系の動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価、何卒よろしくお願いいたします。あと、インスタグラムもやっております。概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらからぜひフォローの方お願いいたします。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。